はい、どうも皆さんこんにちは、レオです。はい、ということで本日はちょっと珍しくですね、ドリームリーグをですね動画でやっていきたいなというふうに思うんですけれども、本日ですね、日付的には6月30日ということなんですけれども、今現在ですね、開催されているガチャがございます。はい、こちらですね、現在開催されているのがバリュースカウト、スランクスカウト中継ぎで、スカウト外野手という風になっているんですけれども、私ですね、まあ日曜日に、ドリームリーグの配信をしまして、外野手スカウトの、まあ、60連か結局60連やったんですけれども、そちらの方をやりまして、島内選手と、あと誰だっけな、対象の選手出たの、猫さん、金子裕二選手ですね、あとは雄平選手、太田選手が輩出されたといった感じになっております。で、 SS だったのが太田選手ですね。はい、で SS 確定のところでもう1枚 SS が出て、キャッチャーの若月選手でしたっけね、はい、が出ました。まあ、なんですけれども、ちょっとね、まあ、60連したということで、まあ、今ね、まあ、2週目の2回目になるんですけれども、これが表記的にはね。でね、現状エナジーがですね250溜まりまして、ちょっとねもうこれギリギリなんですが、 S ランク以上確定が引けるラインまで溜まってしまったということで、で、まあ、こっからね、また溜めて、なんか次ね、ワールドスターとかタイムスリップとか来るんじゃねえのみたいな感じの話ずっとしてたんで、溜めようかなとも思ったんですけど、ただ2周目して S ランク確定を逃すのはちょっともったいねえんじゃねえかなと思いまして、ちょっと、まあ、なんだろうな、わざわざ配信してやることでもないし、ちょっと今日は動画でこれを引いていこうかなというふうに思います。はい、ということで早速ね、引こうかなとも思うんですが、その前にちょっとですね、皆さんにご報告しておかなきゃいけないことがございまして、私ですね、またやりました、俺。はい、何をやったかというと、裏でですね、まあ、毎日無料で1回引けるガチャあるじゃないですか、そちらでですね、なんと2回目の SS を引いてしまいました。なんとびっくりしましたね、俺も。なんかあれ、気がついたらなんか紫しか出てないんですよ。なんかあのガチャのルーレットみたいなやつあるじゃないですか、あれで、あれなんか SS のあの紫の色のやつしか出てないんだけど、あれ、これもしかして SS 確定じゃねえと思って、やったなと思って、もう杉浦選手が出てきたんですけれども、こちらですね、はい、能力的にはですね、まああんまりね、球威とかは高くないんですけれども、あと打たれ強さもいいっていうところではあるんですが、まあ、非常にね、杉浦選手はいいピッチャーなので、はい、もうヤクルトにいた時からもういい選手だなと思っておりました。まあ、正直俺ヤクルトでエースになるんじゃないかなと思ってたら、日ハムにトレードで移籍したんでびっくりしましたけど、とにかくね、この人、ストレートのスピン量というか、もう伸びがすごいんですよ。とにかく高めのストレートで空振り取れちゃうんですよ、この人で。ただ148キロとか9キロっていう、そこまでなんて言いますかね、今のなんかその野球で言うと、160とか150キロ後半とか出るのがもう当たり前のごとくなってきたんで、150キロ超えないスピードで、まあ、高めのハイボール、ストレートで三振が取れるピッチャーってなかなかいないと思うんですよね。まあ、それだけの、そのストレートの魅力というか、そういうものを持っている選手ですし、あとやっぱりその日ハム来てからも地味に活躍はされているので、来シーズン以降もこの方、ステータスのアップというか、そういうところも注目できるんじゃないかなというふうに思います。はい、だからすごくね、いい投手なんじゃないかなと思っております。で、特にね、パーソナルスキル全部ね、有効です。気力、そして、まあ、スタートダッシュもあるし、先発としてはすごくいいんですが、現状ですね、先発が、まあ、コンボの兼ね合いでね、この2人をちょっと入れないと DP が落ちちゃうので、はい、なので杉浦投手、残念ながら中継ぎになっちゃうんですけど、将来的にね、この方、先発で使っていきたいなというふうに思っております。さあ、ということで S ランクスカウト外野手禁断の70連目いきたいと思います。
さあということで一応ねまあ、ピックアップ選手もご紹介していきたいんですが軽く、西武は金子選手、ソフトバンクは柳田選手、楽天は島内選手、ロッテは福田選手ですね。そして、日ハム太田選手、オリックスがジョーンズ選手、巨人がバーラー選手、DeNA が梶谷選手、阪神が近本選手、広島がピレラ選手、中日が大島選手、そしてヤクルトは雄平選手というラインナップになっております。さあ現状ですね、私が今一番欲しい選手としては、まあ、左の外野手が、まあ、欲しかったんですけれども、太田選手が、入ってきたことによってですね、まあ、ガチオーダーの方がですね、だいぶ更新されまして、まあ、打順もね結構変わったんですよね。右を1番というか、まあ、奇数打順にする形になったので、なので現状今欲しい選手としては柳田選手、あとはまあ島内選手、福田選手といった、まあ、左の外野手ですね主に、まあ、特に左の外野手の中でも福田選手とか柳田選手などは、まあ、高弾道も含まっているので、フライボールレボリューション、コンボに絡んでくるというところで非常に、まあ、このコンボは今ドリームリーグの中では結構重要視されている、まあ、コンボというかボーナスになるので、高弾道以上の選手は欲しいですね、できれば。なので一番嬉しいところで言うとそこかな。うん、まあ、あとは大島選手とか雄平選手に関してはすでに S ランクを持っているので、まあそのうちに凸を上げれるようになるかなといった感じですね。はい、でも現状左の、まあ、外野手が欲しいかな。うん、まあそこまでなんだろう、高弾道じゃなくてもいいかなとは思うんですけど、後々にねやっぱりフライボールレボリューションを維持していく意味でも、その高弾道の選手をたくさん保有しておくっていうのは結構重要だと思うので、まあそうですね、まあでも今後絡めたいなって思うと梶谷選手とかも面白いし、いろいろと、ね、悩むところはあるんですが、さあとりあえずね聞いていきたいと思います、禁断の20連目。では参りましょう。うわ、どうかな、誰が出るだろうか本当に。さあでは行きたいと思います。さあ S ランク以上は確定です。問題は S 以上が果たして出るのかといったところになります。さあどうだ、 S ランク、さあ枚数は1枚、確定分1枚か。さあ誰が出る、太田選手でした。マジか、いやもうすでに太田選手はもう SS が出てるんですよ。いや太田選手でしたか、なるほど、残念ながら右も出ずと、で何だったら即戦力を誰一人として出ませんでした。はい、いやー残念。まあまあでも太田選手はね SS があるので、まあ、後に凸が進めれるということを考えたらまあいいんじゃないのっていう感じですね。はい、いやー欲しかったな、他のてかね、現状ね SS がね野手の方はあんまり多くないので、そうですね、外野手はもう1枚欲しかったところなので、まあ、柳田選手とか強い選手もいるので引いておこうかなと思って引いたんですけれども、いやー太田選手でしたね結果。はい、まあそんな感じでした。はい、さあということで、本日はここまでにしたいなというふうに思います。いやこれでねもう多分なんですけど、次のスカウトはもう間違いなく引けないと、はい、次来るスカウトは間違いなく引けないので、ちょっとね大会は頑張んないといけないなっていうのと、あとはランクマッチも走らないとなと思いますね。まあ、ちょっとメンテナンス明けにねまた期間限定チャレンジが来ると思うので、そこもねしっかりと回収しつつ、まあ、今週はしっかりとやっていかないとなと思いました。はい、頑張っていきたいと思います。はい、ということで、皆さんご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。
そして私ツイッターの方やっておりますので、ぜひ概要欄のリンクの方から私のツイッターをフォローよろしくお願いいたします。そして、このチャンネルの動画、他にもたくさんございます。ドリームリーグは、ほぼ毎週ですね、ほぼ毎週、まあ、土日あたりで配信をしておりますので、ぜひともですね皆さんお時間ありましたら、遊びに来ていただけたらなというふうに思います。はい。そして最後に、この動画の評価皆さんしていってください。低評価高評価どちらでも構いません。ちょっとでも良かったなと思う方がいらっしゃったら高評価を押していただけると、励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。まあモチベにもなるんで、はい、自分の今後やっていく上での、はい、やっぱ低評価多いとモチベーション下がるんで、ぜひとも押してください。はい、ということで以上レオでした。それでは皆さんまた別の動画でお会いしましょう。 See you in the movies. Goodbye.